どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は謎回収シリーズということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで特にねシリーズ化は全くしてないんですが今回はえっと謎回収編っていうのをちょっとやりたくてであの謎といえばね名探偵イチ編っていうのがあるんですけどもそっちの方はちょっと割と入り組んでいる話だったりそれからまあ、ちょっと まあ、あまりにも確証がないみたいなことについて、まあ、考えていくっていう回なんで,で今回のはちょっとそこまでじゃないかなみたいなことなので、えー、と謎回収編というふうに <laughs> やりましたけども、まあ、これが続くかどうかについてはよく分かりませんって感じで、まあ、好評だったらやるかもしれないです。で、えー、と2つほどやりたくて1つは翼の資金つながり疑惑。 ですね、まあ、これはま既にいろいろ言われてるところなんですけども過去の写真っていうんですかねがなんかまあ,あの出てきましてでそれを見るとこれやっぱりそうじゃねみたいなのをちょっと私が勝手に思ったって話があるのでそれやりたいのとそれから4,000万残金問題ですね。でこれは最近 会の資料で明らかですけども、まあいわゆる1.2億は使ったけど使える中でね、おつさんがはだけど一応4000万ちょっと残してあるんですよね。でそれについてはちょっと気になりつつもなんかあのいわゆる活動してて普通に1.2億使っちゃって、ほら4000万残ってんじゃんみたいな感じにしてんのかなっていう風に勝手に思ってたんですけど、ちょっとあの別件の動画、まあ、最近ねちょっと過去動画をねあのあのちょっといろいろ まあ見ていこうっていう感じにしているので見ていたらあこれが原因じゃないかとあこれが原因っていうかこれが理由なんじゃないかっていう風に私が思ったものがあるのでちょっとそれを紹介しつつ、まあ、考えていきましょうって感じですね、まあ、これひょっとしたらなんかプロからすると当たり前なのかもしれないんですけどもちょっと私も確定的じゃないんですよね多分これが理由じゃないかって話をやっていきたいという風に思いますはいというわけでこちらはですねいろいろさんのポストですけども もしかして、目黒区議会選挙の時から SP 雇ってた自意識過剰な気がするんですけど、ということの言葉とともに、これ、目黒区議会選挙の時ですかね、の写真で、まあ、大津さんが真ん中にいて、で、両サイドに、まあ、ちょっと SP っぽい人がいますというところですね。まあ、これが、まあ、SP かどうかを置いといて、まあ、普通にね、ボランティアで来た人、 かもしれないんですけど空気感はちょっと SP に近いかなという感じですね。はい。はいで、あの SP といえばですね、そもそもあの話題となったのは、まあ、この時ではなくって、まあ、この時もちょっと話題になったかな。で、あの後に、えー、っと破産手続きが進んだ後に、えー、っとに政党フェス。 が開かれたんですね、まあ、自民党以外はほぼ参加していて、まあ、本来はッ党が呼ばれててもおかしくないのかなと思ったけどこの時は代表権も決まってなかったしまあだからこうまあとにかくそのフェスの1週間前ぐらいだったかなまあとにかく破産手続きが通りました破産じゃーってなってじゃあねそ,その後どうすんのかなみたいな感じで表に出てくる機会が割とすぐ近くにあって政党フェイスやるんだと。ただ いやもう活動停止でしょとお金どうすんのよみたいな話のツッコミがまあ散々ある中で結局出てこられたんですけどねまあその時にいろんなツッコミがねされるのが想定されていたからだというふうに思うんですけども SP を横に引き連れて出てきたと <laughs> で、まあ、そのお金も最近いろいろ出てきた資料から見るとまあここに入ってんじゃないかとかいろんな話が出てる中で、まあ、いわゆる破産手続き後のお仕事であったにもかかわらずまあそこからお金を出していたんじゃないかみたいなところ ですよねはいまあ、これについてはちょっとねどうなのかって話がまあまあありますけれどもまあそのいわゆるその破産手続きが出る前にねすでにはねもうすでに、まあ、全部払ってましたとかねあるいは現金とかにしちゃうと分からないんでね、まあ、通常は終わった後に払うもんだと思うんですけどまあ、前金が多少あったとしてもねまあまあその辺はちょっと置いといてまあ、とにかく党からお金が出てる可能性がまあ高いんですよねその時のお金は。で でそこから考えるとでこの時の SP の費用まあ1日30万らしいんですけどこれ誰が出したねみたいな話があってこの時言われていたのはなんかもう大津さんとかあるいは親族の方のポケットマネーじゃないかって確か言われてたような気がするんですよね。そう、うで、でで、ななんんかっていうと、黒川さんとさ距離取るみたいな感じで選挙の まあ途中くらいまでは黒川さんの影があまり見えなかったんですよ。実際はがっつり手伝ってたらしいんですけど、でまあ、選挙の後半とか行くとまあ隠しきれず、そしてあの開票、開,開票の何て言うんでしょうね、えー、と生放送の時はがっつりいたんですけどね。<laughs> でまあ、建前上距離を取るというふうに言っていた時なんですけど、まあ、とにかく、まあ、この時に、まあ、黒川さんたちがいないでその一方で、まあ、やってることはむちゃくちゃだっていうことで抗議にする来る人が、ねまあ、予想されたっていうのもあっておそらく置いたのかもしれませんが、まあ、とにかくこれ何日ぐらい置いたか分かりませんけどもこの費用を、ねまあ、誰が出したんっていう話であの先ほどもお話したように、まあ、ご本人およびその親族の方が、ねまあ、心配して出しましただったらまあ まあそれで終わりなんですけどそうじゃなくって普通に翼の党とかあるいはビッグスポンサー Y 氏とかその辺りが出してるとしたらそもそもこっからまあお金の関係性があるよねみたいな形になっちゃうのかなっていうふうにまあ思ったという感じですね。はい、でそのお金の出し方なんですけどねこの時は確かえっとですね えーと大津さんが代表で黒川さんがまあ会計責任者である、えー、とガールズパー事務局っていうのがね確かありましたよねだからそこにまあ経由する形で払っててもおかしくないんですけど、まあ、そうなってくるとえー、とそこのまあ収支報告書とか出さなきゃいけないけどなんか後になんか解散となったみたいな話があってだから なんて言ううでしょうねお金のね、やっぱり動きがあったとしたら、それできないと思うんですけども、あるいは動きとしてはあるんだけど、現金で渡してるからわかんないとかってなっちゃうと、どうなるのか、まあ、ちょっと、まあ、その辺ん分かりません。それよりも、どっちかっていうと、まあ、例の大津やか講演会の方がまあ、可能性があるって感じで、ただ、これでお金使ってたら、えっ、ー、と今年出てくる収支報告書で、どっかの団体で使ったかっつうのは、ちょっと明らかになる可能性があるという、まあ、そういう写真だというふうに思いました。はい でまあもしねそれが翼の塔側から出てるってなるとそれはまあやっぱ貸しがあるので金返すみたいな感じになって塔の実験っていうんですかねお金を使える実験を握った後にそこからいろんな名目でお金が支払われてる可能性がないわけではないだろうなと <laughs> <laughs> いうところですよね。はいまあ逆に言うと まあでもそもそも、えー、っとですね、ドローン所会見ぐらいだったというふうに思うんですけれども、まあその会見においては結構、あの、大津さんがクリーンって言ってるのに、まず、あ、1億返さない黒川さんがいるんですけど、どうなんですかみたいなツッコミ等々結構あったんですね。で、その釈明かなんかの中に、えー、っと、100、まあそもそも、えー、っと黒川さんに対して、130万のね、活動費を払う話があったと。 でまあ、その下りの中でなんか黒川さんがなんか80万をなんか政治家女子にお金を使ってくれたみたいなのが出てくるんですよねちょっと文脈的にわかんないんですけど100なんか当時は、ね、130万活動費が入ってきますで政治家女子に80万ぐらい使いますぐらいの感じで受け止めてたんですけどいやなんかこの間聞いた時のちょっと思い出してみるとどうなんていうんだ80万をなんか使って使 たのかなっていうふうにも聞こえたって感じでまあちょっとこれどっちか分かりません。<笑><笑>まあこれもまあ収支報告書できっと明らかになっていくんでしょうね。まあという感じで、まあ、とにかくあの政治家女子にまあお金を使ったみたいなことを言ってるんですよね。でなんかそんな に金使ったとかあったたとあかなみたいなふうにちょっと思ったんですけどまあいわゆるなんか選挙カー用意したりとかねいうぐらいじゃないですかだからそれに80万かかってんのかなみたいなのもあってただ SP の費用とかで2日分とかねまあわかんないですけどだとするとちょっとわかるかなみたいな感じですかねまあちょっとまあとにかくその あもともと翼の東側の人たちに対してね、なんか大津さんの金目的じゃないかっていうね、結構ツッコミがあったときに、なんか、まあ、むしろこっちの方が持ち出してるよぐらいの返しが来てたと思うんですよね。だからそこから考えると、まあ、まあ、その時実は確か弁護士費用とかっていうふうにおっしゃってたというふうに思うんですけれども、だからそれかもしれないしね、ちょっと分かりませんが、な、ま、ん、あ、かしらの金は出てってると。で、じゃあ、出してもらいっぱなしになりますかって話ですよ。あの <laughs> 要はあの活動費をね回収するためとか、まあ、理由はいろいろありますけれどもあれだけ橘さんに対してワーッてやっててねでそして大津さんとかに対してお金を使っててでもうたもとを分かった時に結構 ままあ大人そこまででわーっやっててやなないいじゃないですかだから普通に考えてまあ間に入った人、まあ、誰とはいませんけどもがまあまあまあ党の実験に握ったらまあ、こんくらいとかあるいは建て替えとか含めてなされた可能性もあんのかなっていう感じでねはい、まあ、いずれにしてもまあこの時すでに、えー、と翼の党側からいろんな形でお金が出されていたとするならばですよそれはその後もの関係性もよくわかるって話 ですよ、ねはい、まあだからこれ,これの期間中にだって、えっと、同じ選挙を戦っている NHK 党側に対して黒川さんは選挙,選挙妨害みたいなことね、まあ、やってたわけなんですけどね。はい、という感じでそれはまあ強いね強い強い結びつきがあるとよくわかるというような話なんじゃないかという可能性についてちょっと今そのように思ったという感じですね。 はいで続いてですけども、えー、4000万残金問題の方ですね、でこれに関しては、はいでこちらが債権者集会の時のまあ資料ですけども、武蔵野銀行に、ね、おっさんがお金入れてましたって話で、それがまあ約1.6億ありますと、でえっ、ー、とそのうちの3月14日の残高が4300万ですね。はい で、そこから300万どっか行っちゃってまあこれ使い込みしたんじゃないかって言われてますけどで、最終的に回収した額が、まあ、一応4000万ということになりましたということで4000万だけ抜いてるとまあ現金ねこの後に抜いたわけですけどまあ正直もっと抜こうと思えば抜けたんじゃないかっていう形の中で ままあ、まああ,のまあ最終的に残ったのが4000万ですね。あるいはもうちょっと前にも、まあ、抜けたというふうに思うんですけども、抜けたって言い方が正し,正しいかどうか分かりませんが。<laughs> はい、まあ。という感じで、で、さらにこちらが立花、えっと、隆さんの YouTube チャンネルですけども、これはですね、トヨタ弁護士法廷で手が震えたっていう動画で、これがえっ、ー、とですね、2月、今年の2月5日のいわゆる債権者っていうか破産新人だ。 のの、まあ、第一回目の後に撮られた動画ですね。でこの動画を見てたらあこうこれかみたいなのをちょっと思ったっていう話をしていきたいんですがちなみにこの動画を撮った後かなにえっ、ー、とこれですね大津彩香お金返せ債権者の皆さん陳述書の提出をお願いしますという動画を出されていてでこう懐かしきね大津彩香金返せ係みたいなのが <laughs> 当時いろいろ言われていたわけなんですけどもこれが後に、えー、とポスターにまでなっていくっていうね、まあ、いわゆるこう同性みたいな話なんですけどはい、はいで。というわけでちょっと動画の中身の方を見つつその4,000万問題についてもお話をしていきたいんですがまず第1回破産新人というのがありましたと。 で、この時の出席者は、立花さん側は、室岡弁護士と、債権者ですね、今、債権者委員会の委員長になっておられる H 氏が参加したという感じで、立花さんはちょっと別件があったので参加されずと。で、一方で大津市側はトヨタ弁護士だけと、いつもの通り大津市欠席ということなんですけどね、まあ、その後もっていうか、ここに至るまでもそうだし、ずっと本当に出てきてないんですよね。本当に第2回の債権者集会出てくるのかっていうのはちょっと謎ですけどね。はい。 待て,てこなないいかもしれれですね。これを見てるとね。まあ、この時も私、普通に来ると思ってましたからね。はい、で、えーと、そしてですね、目をそらされた件というのがあって、というのは、えー、とこれ大津氏がです、ね、ここ破産のちょっと前までやっていた民事再生手続きがあったんですけど、この時から H ですねを架空の人物と主張していたって感じですね。この民事再生も破産手続きも両方とも H c が持たて申し立てになって。 申し立て人になってるはずで、そいつは架空の人物だと <laughs> いう主張されていたと。で、さらにここに黒川氏も乗っかってたって感じで、でなんですけど、その当事者が、まあ、まさか当日作ると思ってなかったんでしょうね、まあ。まあ、えらい狼狽していたらしくてですね、まあ、とにかくなんですけど、豊田弁護士はこの当日もですね、H を透明人間のように扱い架空の人物設置 説を、まあ、まだ主張してていたって感じですね目が一切合わなかったらしいですけどだけどさすがに手が小刻みに震えていたという状況ですね。はい、というわけでちょっとこれだけでやっぱりちょっと弁護士としてどうなんだって話はあるんですけどもその一方で、まあ、これはどう見ても大津さん側の主張をねやっぱ代理人としてまあ一生懸命ね、まあ、伝えたっていうことなのかもしれないんですけどね。いやどうなんですかね普通はちょっと「あええいたんすか?」みたいな。<laughs> <laughs> じゃあ取り下げますとかならないんですよね。はいまあ、という感じで、まあ、これについての立花さんの感想としては債権者否定して時間稼ぎしてんじゃないかとで大津氏をたぶらかして勝てもしない裁判費用を取ろうとしてたんじゃないかみたいなことをおっしゃってたっていう感じですかね。はい まあこれについてはね、ちょっとね、後になってみないと分かんないんですけど、実際に本当に、えっ、ー、と、トヨタ市側の方に、まあ、いろんな形で、今出てるお金だけじゃなくって、まあ、その、実質的に費用がしっかり払われていたかっていうところで明らかになるんじゃないのかなと、まあ、いうふうに思いますけどね、これはちょっとよくわからないですね。はい。ただ、いずれ、おそらく再建者集会第2回目ぐらいに、これ、これ明らかになるんじゃないかと思いますね。はい。で、 そしてですね、えー、と新人内容ですね、話し合われた内容としては、1つ目は、破産申して店人の H 氏が債権を持っているかと、これまだやってるって感じなんですけど、これは、まあ、党に振り込んだ証拠を提出するということで、まあ、これは、まあは,まあ、はっきり言ってすぐ終わる話で,で、2つ目は支払い不能状態にあるか。 いうことですね。まあ、すでに12月24日に利払い停止をしてるからその証明ってことになっていくんですけどもこれどっちかっていうとねおっさん側がやったので立花、まあ、さん側からまあこれについて証明しようとするとえー、っとまあなかなか難しい部分はあるんですけれどもまあすでにね、まあ、その利払い停止のねまあいわゆるいろんな書類が送られてきてるんで <laughs> あの、まあ、それでいいような気がしますが、まあ、とにかくえー、っとですね借金を があるととということとそれからみんながそれを返してほしいと思ってるかっていうまあ取り立てたいっていうのはまた別の話ということなんで、まあ、とにかくすでに5.1億の支払い督促っていうのがあるからもうすでにもうこんだけ返してほしいっていうのがまあ金額として表れてるよということですねでいわゆる直ちに返金せよという意思を、まあ、証拠も添えて出したっていう感じですかねはいでえー、っと とということですかね。だからちょっと未だにほら大津さん支持者側がねあのなんか債権者いないだって話をしてるわけなんですけどもすでに5.1億はもう裁判所経由でまあ、支払い督促してるよという、まあ、事実についてはどう思ってるのかなというふうに思いますがで、まあ、とにかくあとえー、っとですね h だけだと返済可能になってしまうっていうことをおっしゃっていてですね はい、だからまあ返せって意思を多くの他の債権者も持ってるっていうことをまあ証明しないと H が4,000万なんでそれを返しちゃえば終わるよねっていうふうに見られてしまうというところですかね。でそれをちょっと聞きながらあれあれって思ってその債権者集会で出てきた残金とそういえばこの4,000万一緒だなっていうふうに思っていてだから一応なんかそういう。 時になんか一応4000万持ってますせとあの申し立てた人には払えますせみたいなことのために一応残してたのかなと <laughs> でまあ、万が一うまく取り込みに成功して取り下げるって話になった時に条件として4000万払うよとかねまあ、そういうので使えるかもねとかまあちょっといろんなことを考えていた可能性があるというところですねはいでまあ正直ね朝の手続きが進んでそんななんかことが通るっていうのはちょっとよく ありえなな。いのかな、まあ、ただ最高裁の方で万が一ですよ、ま、万が一棄、まあ、却になるというか、まあ、その可能性もやっぱ追っかけなきゃいけないわけじゃないですか棄却,却っていうか最高裁が破産を認めないって感じでその時の、まあ、一応資料としてねその申し立てた人の4,000万はありますぜみたいなあ <laughs> の。 いう感じで用意してあったのにみたいなね、まあ、そういう理由付けにも使えるって感じで、まあ、おそらくだから申した店員に,に対しての4000万に対しての対抗の意味の、まあ、4000万残金なのかなっていうふうにちょっと思ったという感じですね。まあ、実際できるかどうかは知りませんが、ちょっとあの訳のわからないその,あのなんていうんだろうな、あの理屈が結構出てくるので、まあそうなのかなってちょっと思ったという感じで、であとですね、 3つ目が不当な目的かということですね。ま債、あ、権者申し立てという特殊事情があるんで、通常はね債務者側っていうか代表側から、まあ、申し立てて減免してくださいって話ですけど、まあ、珍しいということがあって、でこれに関しては H 氏は自分の分だけ回収しようと思ったらね、ねこんな破産なんかせずにまあ、まあ取り立てていけばいいんですよね。なんですけど、まあ、実際1点 3.3億あったわけですからね。はいなんですけども、自分破産となればですね、回収率が当然下がると。まあ、それでもやっぱりあのみんなのためとか、いろんなその正義のために破産の方の手続きに申し立てる申し立てて申し立ててるということで、そのそこになんか不正っていうのかな、まあ、いわゆるこうね不当な目的なんかありませんよということだというふうに思うんですけどね。ただ、まあ、そういった行動が、まあ、明らかに損する。 ことをやる行動について大津市側は理解できないとで逆にだからいないんだとか言い出すとかいう感じになってますという感じですねはいであと H 氏もこの車に乗っていて少し発言されたんですけども2022年の参議院選挙で120万票の得票で国民の信任を得た立花さんを応援するための、まあ、再建者の支援なんだということをおっしゃってましたね はい、まあ、だから自分のためだけで動けませんよということをまあおっしゃっていたわけなんですけども、まあ、この理由も含めて大津さん側はなんか不,なんか不正不当不当って言ってるんですかねはい <laughs> まあ本来の目的じゃないだろうという主張をされたいんでしょうけどねでえー、っとそれでえー、っとですねはいであとこの動画の中においてはですね H 氏が名誉毀損で刑事告訴受理されていたって話があってこれがなんか後に最近なんか大阪の 特捜部に呼ばれていろいろ話をしてきましたよって話につながっていくと、まあ、いうふうに思うんですけどもまあ、とにかくこの時はですねまあ、要するになんで名誉毀損で刑事告訴したかっていうとまあ あれですね、まあまあ、そもそもは大津さんの犬笛問題があって現地に千代氏が行かれたりとか、まあ、黒川氏も拡散しまくっていって煽り倒していたわけですよね。まあ、これについて大津さんの責任がどこまで問えるかわかりませんけれどもこの時に、まあ、なんか内部情報そちらから漏れてませんかみたいなあ下りの中で。 トヨタ弁護士もそれに対して確かなんかちょろっと回答してたような気がするんですよ。当時はファックスだったというふうに思いますけども。まあ、という感じで、まあ、この辺りの方々はちょっと関与しているということで、まあ、警察に呼ばれていろいろ事情を聞かれるかもね、みたいな話があったという感じですね。ただ現状においてはオスは1回も警察に呼ばれ でねまあ聞かれたことはないというふうにおっしゃっているのでまだ動いてないってことなんでしょうね要するに取り調べっていうことについては。という感じなんですけどなんか他の別件とかもあるからこれ全部なんかどっかでまとめてどうみたいな <laughs> あの <laughs> ことをやる人が出てくるやる人っていうのはまあ検察官なのか警察官よく分かりませんけどもっていう可能性があるのかなって感じですね。 はい、で、最後に H 氏が債権者の立場としてまあ、いない人にされたわけなんですけどもまあ、とにかくそ,その前にトヨタ弁護士いたわけですよね。で本心はトヨタ弁護士に金返せと言いたかったとまあ、めちゃくちゃなんかこう穏やかそうな方なんですがそれはさすがにその方でもそういうふうなことを言いたくなるぐらいの、まあ、状況ですよね。でとにかく返してもらったお金で立花さんの活動を支援したいというふうなことをおっしゃっていてだからまあこれによってですね立花、まあ、さんがお金をあの貸すと言って 言ってですね、まあ、たくさんのお金が集まったわけなんですけどもやっぱり普通のなんか金利目的だけではなくって、まあ、お金を貸すけど、まあ、一応返ってくるお金だとするならば、まあ、結構安易に応援できますよね。 っていうところもあってまあ100万円以上なんでそれなりにお金を持ってる人がおそらく余裕資金の中で応援したいとか、まあ、中にはちょっとあのもうなんかギリギリ持ってるやつ全部っていう人がい,いるかもしれなくてその人はひょっとしたら今回の件でね非常にまあ大変な思いをされてるかもしれないんですけどということで、まあ、かなりの部分が金利目的ではなくって、まあ、まあそういう人もいらっしゃるでしょうけどもあるいはその目的も一緒にあるかもしれないけどまあ橘さん応援で割って,ていたお金であると。 いうことだからみんな一丸となって立花、まあ、さんおお側に立っているしまあ何て言うんでしょうね逆におっさんがやってることを許せないというふうに思ってるっていうことなんだろうなというふうに思いますと。はい、というわけでね謎回収シリーズ,とシリーズかな謎回収編として、まあ、ちょっと2つほどお話をさせてきます。 いただきましたがまあこれもねまあ本当に明確な部分についてはいずれ答え合わせが待ってるんだろうなというふうに思っております以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね